おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ173ですね。はい、今回から、全14回、今までで一番長いんじゃないでしょうか。はい、その14回で、一つのシリーズ、一つの作品を、ご紹介していきたいと思います。はい、今回の対象物はこちらです。はい、魂ウェブ商店限定、ちょっと古いものになりますが、アーマープラス。今は多分もうシリーズは展開してないんじゃないかな、アーマープラスって。はい、それの、劣化の量、こちらは発動版というやつです。これの前に通常一般販売ありました。そちらはもうちょっと手放してしまいましたので比較はできないんですが、一応こちらを紹介していきたいと思います。こちら輸送箱ですね。はい、こちら実は開封済みです。そして、おお、はい、はい、こちらが箱になります。はい、一応サムライトルーパーというね、鎧伝サムライトルーパー、はい、こちらに書いております。それの、まず主人公のと言い方していいのかな、劣化の量ですね。はい、裏、そして反対、そしてトップですね。はい、どっちだ。はい、では開けていきましょう。よいしょ。はい、箱を開けたらこうなって、一応2段ですね。こう2段になってます。で、こちらに説明書あります。ではまず1段目から、こちらに、フィギュア本体と、こちら鎧を取り付ける台座ですね。それと、この辺に各鎧パーツ、刀、本体用の交換手首、そしてここに替えの表示を1つと。で、こちらが、鎧を、こちら、取り付けた時の、延長用の首ですね、が入っております。そしてさらにもう1つ、はい、こちらですね。先ほどの鎧の続きと、さらに替えの表示を1つ。こちらが刀、鞘に収納されている状態。それと2本連結されてるやつ。ここに真ん中にちっちゃくプチッとあるんですけど、これが、先ほど1段目でご紹介した、バラの刀2本をこれと同じような形に接続するためのちっちゃいパーツですね。一応こうなっております。で、あと説明書。あ、俺これ開けてないんだな。よいしょ。はい、説明書はカラーですね。はい、一応作品のあらすじとかパーツの、中身とか、こう組み替え方とか、はい、あります。ではまず本体のこちらですね、をまず開けていきたいと思います。まずこちらフィギュア本体ですね。で、こちら、ちょっといろんなサイトの方でも書いてあったりするんですが、ここのね、足の付け根のこのボール状のここの関節が劣化してて結構割れやすいと、割れてたりするのがあると書いてありました。私のはとりあえず今のところ割れてないですね。はい、一応全体的にはこんな感じ。グルリッシュ、これ基本です。一応14回でご紹介するうちの、7回。まあ、基本的にスタイルはこのやつと基本一緒です。はい。で、一応可動としては、まあ、首と頭の方の関節で一つずつ。おののボールですね。あと肩周りも優秀に動きます。腕も。はい。二重関節。手首にここ、ボール状のやつが入っ、ボール状といいますか、ここにも関節一つ入っております。足回りは、よいしょ、まあこれが限界かな。で、一応先ほどもちょっと見えましたけど、引き出して上げたりすることができると。はい、こういうことね。して、ここまで曲がり、このひねりと
よいしょ。このひねりと、これと。あと、つま先が、よいしょ。こう、稼働しますという感じです。で、まだこのパーツ、パーツって言いますか、この状態ではちょっと今、取り付けてないパーツがあります。それは、はい、手の甲ですね。こちらに、2枚目の、ここに入ってる、一応2枚ずつ入ってます。1個が、1個ずつ予備ですね。これを取り付けていきます。で、一応右左、形あります。特に刻印はないんですけど、まあ、付けりゃ分かりますっていう感じですね。はい。よいしょ。はい。これで一応、素体としては完了です。で、今のところは取れてないんですけど、ここのセンターのここ、このパーツが結構取れやすいのもあります。こう、校舎だけでも落ちたりするのもありますので、これちっちゃくて予備ないんで、はい。紛失注意です。はい。それと、替えの表情が2つか。こちらの顔なんですが、あんまり変わんないと思うんだよね。それともう一つこちらの、方向、叫び顔ですね。はい。がついております。一応付属品としては、あと平手が、先ほどのアラ、2つと、武器を持たせるための、武器持ち用の手が左右で1つずつついております。はい。では、あと、今回のある意味メインといったらメインかな。である、先ほどの中央にいたこの黒いやつ。こちらに、パーツとして見えていた、その赤い鎧パーツですね。そちらを組み付けていって、まあ、今回は終了かなと思います。はい。では、まずこの本体の、とりあえず頭部取っちゃって、よいしょ。こちら右、あ、左。こちら右。を取っちゃいます。そして、パーツを取り付けていきます。一応、パーツ自体には刻印があるんだったっけな？あった。見えないと思いますけど、ここに一応 R ってあるんで、LR 合わせて取り付けていく感じですね。で、上から、こう、取り付けていくと。で、過去に、セイントクロスマイス EX というやつで、こういうような組み付けみたいなやつをご紹介しましたが、一応それの、発展系といいますか、みたいな延長上の作品みたいな感じなんですよね、このアーマープラスというのも。で、こちらの方はそんなに、量は出なかったと。よいしょ。で、一応、このサムライトルーパーの一応主人公勢5人がいるんですが、全部揃うのにすごく時間がかかったんですね。セイントクロスマイス EX の、ゴールドセイント12人揃うぐらい時間かかりましたね。下手したらそれよりかかったかも。はい。一応余談でした。よいしょ。あとどこ行った？あった。はい。それでですね、今足だけつけました。で、今度、股のパーツを、こう前後でこう、挟みます。はい。で、この状態で今度、これサイドのなんですけど、左。この状態だと、足のところに干渉してしまうので、こういう、別の付属パーツといいますか、こういうね、パーツをつけなきゃいけないんですよ。多分この余剰パーツが多いのも多分いまいちだった原因かもしれないですね。で、先にこうつけたんですけど、それよりも先に、腹ですね。胴のパーツ。多分これつけないと、後々、きついんだけど、ああ、ダメだ。久しぶりにやってるんで、説明書見ないでやってるんで、
よいしょ。先に腹でしたね。先にこうお腹のパーツを取り付けてから、こう挟み込んで、そしてこれどっちだ、左だね、こう取り付けてあげると、よいしょ、こんな感じ。はい、で今膝のやつ取れちゃったね、取れやすいね。はい、でこっちはこっち左、ね、で取り付けたここの上のこう丸くなってるポチッというところに、この内側のパーツをこうプチッとね、入りましたね。こうやって取り付けるんですよ。まあ、作品を知らないっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱり組み付けが結構大変なんですよね。セイントのやつよりもちょっと若干ちっちゃいんで、組み付けがちょっと大変かなっていう。して余剰パーツも多いので、なくす可能性が、紛失する可能性が高いですね。はい、で次腕いってみましょう。あいだ、先に腕いっちゃった。はい、腕の同じくこう穴があるところに鎧用のこういうパーツをかぶせていくと。はい、して肩もここの突起にこの肩アーマーの内側の溝をこうはめてあげるんですね。あの、見ていただいたら分かると思うんですけど、しっかりはめたはずで結構ポロ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 取れるんですね。そこもやっぱりちょっと問題なのかな。で多分一番言われるのは多分似てないと。こういうフィギュア系で似てないのはやっぱり致命的ですよね。はい、では先ほどのこちらに上からかぶせて、前後で挟むと。はい、はい、そしてこの腕パーツを取り付けてあげると。はい、じゃあこんな感じ。ちょっと膝のパーツ取れてるのか、じゃちょっとね、若干気になりますが。そしてあとこの兜パーツ、こちらが一応寮というか、まあこの主人公に取り付けて顔が見えるバージョンで、マスクパーツがついてるこちらと差し替えてあげるんですが、これも挟み込み式なんですよね。で本体といいますか、こちらに取り付けてあげると。ここまでくればあともっちょいです。はい、であと背中のこの背負い物用のパーツに、これ逆かな、こうだったかな、こう刀を取り付けて、こちら背面パーツのこの白い突起ですね、こちらにこうプチッと取り付けてあげると。はい、そしてあとこちらにこう座らせてあげると、こんな感じです。ちょっと膝のやつ取れてますけど、あら、はい、一応こちらでオブジェ形態、一応こちらは鎧ギアと言われているこの形ですね、となりました。はい、こんな感じです。こちらの形態は非常にかっこいい、まあ、組ませてもそんなにひどくはないんですけど、はい、一応今回はこの鎧ギアのご紹介と本体の、真田寮、こちらの紹介をいたしました。一応次回
この2つを組み合わせて一応劣化の量と言われている状態にしていきたいと思います。では一旦またまたはけてもらって、はい、いつものこちら行きましょう。よいしょ、これだ。今日はなんだ、わ、ファイナル仮面フォーム、アタックフォームライド、ほとんど最終じゃねえか。ファイナル仮面アタックフォームライド、ファイナルアタックフォームライド、こちらですね。すべてのエンブレム、はい、ディケイドまでのすべてのエンブレムですね、が描かれております。よいしょ。ではファイナル仮面アタックフォームライド、はい、今までに比べてここの中がごちゃごちゃしてるね。はい、では戻しまして、一応これで、劣化の量と鎧ギアのご紹介終了したいと思います。はい、今回は長かったですね。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。